ツゴール決めたよりは負けてたんで、はい、喜びというよりは早くもう1点もう1点っていう追加点を取りに行こうという気持ちで、初ゴールっていう感覚は分からなかったです。まあ、試合終わって、まあ、2点取れて、まあ、自分的にはほっとした気持ちが大きくて、嬉しいよりはやっと取れたっていう気持ちが大きかったんで、まあ、試合終わってほっと しましたね。課題としてはもうちょっとやっぱりキープしたり前で収めるっていうところはもうちょっとやらないといけないですし、まあ、あの2点とも自分の特徴が出せた場面だったので、まあ、あれはしっかり通用するっていうところも見えましたし、あれをもうちょっと回数増やしてやっていきたいと思いました。まあ、ヴェルディもやっぱり攻撃的なチームなので、まあ、必然的に多分後ろにスペースできると思うので、まあ、そこはしっかり狙いながら、まあ、チームが押し込まれる時でもそういう一発カウンターも狙いながらやっていきたいなと思います。そうですね、まあ、前半見ててあんまりボール繋がってなかったですし、まあ、切り替えだったり球際の部分でも相手に負けてたんで、まあ、そういう意味で、まあ、自分は間でボール受けながらちょっと前ボールの時間増やして、まあ、リズム作っていけたらっていうのは言われましたけど、そうですね、まあ、入ってすぐというか結構ボール触れましたし、もう山にもボール遅れてたんで、まあ、得点したところは僕前に出して山がドリブルで行ってくれたんで、まあ、山がすごかったですけど、まあ、他にも前にもボール遅れてましたし、まあ、そこからもうちょいチャンス作れたら良かったですけど、まあ、追いつけたのは良かったと思います。そうですね、まあ、その1個前の試合とかも、チャンスはありましたし、まあ、決めるとこを決めてればもうちょい点は取れてると思うんで、まあ、もっともっと前に迫力持って追い越していくとか運動量を上げていけばもうちょい点取れると思うので、まあ、そこはやっていきたいと思います。立ち上がりやはり簡単に点を取られてしまったのが良くないところとはいえ、それを後半の頭から盛り返して、同点にしたところまではまあ、よく やったんじゃないかなっていうふうに評価しています。そういった勢いをやはり次のベルギー戦につなげていきたいっていうふうに思ってます。全然ダメだと思います。やはり最大で勝ち点9取れるところを1しか取れてないわけですから、で僕らはJ1 昇格っていうことを目標に掲げてるんで、そういう意味ではスタートとしてはよろしくはないっていうふうに思ってます。結果が出せてない部分は反省点もたくさんあるんですけれども、まだまだこれからで、3ゲームとも次につながるような内容になってるんで、内容だけでなく結果につなげていきたいっていうふうに思ってます。はい。